原子力推進、原子力推進、原子力推進とは原子力をエネルギー源とする推進のこと。各種の方式がある。乗り物、無人ビークル含むむしろ放射線のことを考えると、そちらの応用の方が力かもしれないとしては原子力船、原子力飛行機、各種の原子力ロケットや宇宙船などが考察されており、一部は実用化されているものもある。 原子力蒸気機関推進は、原子炉を熱源としたボイラにより、高圧蒸気を発生し、その蒸気で各種蒸気機関を駆動する、機関内し推進方式。原子力電気推進は、いわゆる原子力発電、原子力蒸気機関による、発電内し原子力電池。これはどちらかというと、放壊熱電池などによる電力を使用し、推進手段として電気による、推進。 電動機やイオンロケットなどの電気ロケット、電気推進による用を用いる方式。1957年に建造された、レーニン及びその後建造された原子力再表線の例がある。これは電動機による推進。プロメテウス計画では電気エネルギーによるロケット、電気推進が計画、実験され。2018年11月7日、ロシアのロスコスモスは、 ロスアトム及びモスクワの似てメガワット級原子炉搭載型電気推進システムを搭載した原子力宇宙船を開発中であると公式に発表した動画はロコスモスが発表した原子力推進型宇宙船コンセプトの CG アニメーション。1970から80年代に宇宙用原子炉ブークやを搭載したレーダー偵察衛星を 合計32機打ち上げて用した実績を基礎として、旧ソ連時代の原子炉搭載型コスモス954号、及びコスモス1402号で培った技術を改良し、将来の惑星間飛行、インターステラーフライツにおける現実的な手段として使用するという。核熱ロケットは、熱ロケットの一種で熱源に、核反応を利用するものであり、核分裂炉または、 各融合炉の高熱により直接推進剤、通常は水素を加熱防させ、ノズルから紛失して推進する方式。宇宙開発競争の最中、米ソ両国により研究が行われたが、実用化には至っていない。アメリカでは、ナーバ計画でサターンロケットの上段で使用するというコンフィギュレーションが検討された。 ソ連では1960年代から1980年代にかけて研究されていた RD-0410 の試験がセミパチンスク核実験場で行われている。RD-0410 はクショタフマース1994と呼ばれている火星飛行計画で使用例の検討があった。詳細は英語版を参照。なお、日本では 熱核兵器といった語があるためか、熱核ロケットという表現がよく見られるが、熱核兵器は、サーモヌクリアウェポンであり、前述のようなその構成からもニュークリアサーマル、ロケットという英語に適切に対応している表現は、核熱ロケットである。なお、熱核ロケットとした方が正確となるサーモヌクリアー、ロケットという表現、意味的にもニュークリアサーマルロケットとは少し異なるも、それなりに、 要例はあるようなので、核熱ロケットと熱核ロケットという表現については、対応する英文がある場合にはそちらも確認する、等の意が必要である。核パルス推進は、ロケット工法で核爆発を繰り返し発生させ、その衝撃で推進する方式。オリオン計画やダイダロス計画で研究が行われた。原爆を使用する場合は、核分裂パルス推進。 水爆を使用する場合は、核融合パルス推進とも言う。核融合ロケット推進は、エネルギー源として、核融合を使用するロケットによる、推進の総称。推進手段は、電気推進や核パルス推進となる。バサードラムジェットは、核融合ロケットの燃料として、生産物質の水素を使用する、理論上の推進方式である。 宇宙船前方に設けられた直径数キロメートルの集積装置で水素を集め、それを燃料として核融合を行う。原子力船や原子力機関車などもあるが、ここでは航空宇宙関係を中心に扱う。アメリカ合衆国空軍の原子力飛行機計画から述べる。1955年9月から1957年3月まで原子力飛行機、 NB-36H による原子力搭載前飛行実験が47回行われたが、1961年には計画そのものが破棄された。1950年代後半から1964年7月までとして原子力エンジンを搭載した巡航ミサイルの開発が進められていた。ICBM の進歩により必要性がなくなり中止された。 ソ連も原子力飛行機を開発しており、改造ツマイナス95ターボプロップ、戦略爆撃機に小型原子炉、クズネツオフ NK14 原子力エンジンを搭載したツマイナス119で試験していた。実際に飛行中に原子炉を稼働させ、1965年に初飛行したと言われている。また、一部情報によれば48時間連続して、 原子炉を稼働させることに成功したとされ、乗員は被爆せず生還できたという。一時期、ソ連科学誌の記事からの連想か、宮市チョフ設計局の試作超音速戦略爆撃機 M-50 を、ソ連の原子力飛行機とするご法がルフし噂を利用するためか1961年7月の、辻の航空省実際には音速機だった M-50 を公開し、 ソ連の航空技術に対する課題評価と脅威を与えることに成功したが、やはり実戦配備可能な原子力飛行機は開発されなかったとされる。近年、原子力発電や原子力潜水艦の露心のような一般的な原子炉を利用するのではなく、各異性体転移という現象を X 戦勝者で 人工的に制御することで膨大な熱量を得て空気の薄い超高空でも非可能で長期間燃料交換の必要がないチヘという概念の原子力推進が研究されている。チヘ反応炉は一般ジェットエンジンの燃焼室にあたる位置に置かれるものでルテチウム、ハフニウム、タンタルいずれかの核異生体でできた細いチューブ状に成形された炉剤が 鉛製反応炉にのすのように詰め込まれる。X 線照者の調節により、指導、停止、スロットリング、水力調整の確実な調整が可能である。例えば、長時間偵察飛行を要求される RQ-4 グローバルホーククラスの UAV に採用した場合、1回の燃料補給、土材交換で数週間から数ヶ月もの、対空時間が得られるが、 各異性体製造には加速器などが必要なため、莫大なコストがかかり、微量とはいえ若干の放射能汚染は避けられないため、実用化にはほど遠い段階である。平和利用としては、NASA で核分裂反応を利用する NAVA、ニュークリアエンジン4ロケッツビヒクルアプリケーション、計画で、ロケット飛翔体応用原子力エンジン、原子力ロケットという技術が考案れていた。 原子力ロケットは燃焼実験、各反応でも燃焼というも行われていた。ソビエトでは RD-0410 e エンジンが試験されていた。2003年に NASA は探査機の用途にプロメテウス計画を始めたが2年後に中止した。ほぼすべての作品において作中の未来では技術の進歩によって放射線の問題は解消したことが暗黙の前提とされている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。